千年のご縁、高円宮典子様と千客二麿さんのご結婚。平成26年、2014年に高円宮典子様が出雲大社権宮寺の千客二麿さんとご結婚されました。みんな覚えてるかな？これね、古事記にもつながるめちゃんこすごい話なんだけど、多分あまりピンときてないよね。まず高円宮典子様の話、つまり皇室、皇族の話を説明しないとね。日本には天皇を中心とする一族を総称して皇室、皇族と言います。その皇室の中に宮家があります。宮家とは男系の血筋を残すために存在する皇族です。戦前までは14の宮家がありましたが、戦後 GHQ によって11の宮家が強制的に皇籍離脱させられちゃいました。つまり民間人にさせられちゃったってことだね。その宮家の方たちを旧皇族と言います。残った3つの宮家は大正天皇の子、昭和天皇の弟君にあたる秩父の宮、高松の宮、三笠の宮でした。その三笠の宮が後の高円宮になり、お生まれになったのが典子様、昭和63年生まれです。宮家というのは男系なので、典子様のお父さん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 のとたどると神武天皇にたどり着きます。さらにその先をたどればアマテラスということです。逆に言うとアマテラスの男系の子孫が典子様ってことだね。次に出雲大社の千家国麿さんの話です。千家家は代々世襲で出雲大社の宮司を務めています。現在の宮司は国麿さんのお父さんです。この千家家、ずーっとご先祖様をたどるとどこに繋がるでしょうか？一番遡ると古事記に登場する雨の星という神様にたどり着きます。古事記を読んだことある方ならお分かりかもしれませんが、雨の星はアマテラスの字なんです。アマテラスの命を受け、大国主と国譲りの交渉をしますが、話をしているうちに大国主のことが大好きになり家臣になってしまうんです。それが元で出雲大社を守る宮司の家系、出雲国宗家になっていきます。雨の星を初代とし、現在の宮司は84代目です。皇室と同等の血統の長さなので、とっても由緒ある家系です。アマテラスの長男、雨の星ホミミは現在の皇室、皇族につながる血筋、片やアマテラスの次男、雨の星は現在の出雲大社の千家家です。つまりアマテラスの長男と次男の子孫が2000年以上の時を経て結婚したのが平成26年の典子様と国麿さんのご結婚ということです。しかも大国主のご先祖様をたどるとスサノオに当たります。そのスサノオの姉がアマテラスなので、何重にもご縁が重なっているんです。お二人のご縁は古事記まで遡る2000年のご縁とも言えます。縁結びの神と言われてる大国主の計らいかもしれませんね。神話と現在が繋がってる日本だからあり得る話ですが、世界でこんな壮大な話聞いたことありません。そういえば出雲大社についてちょっと面白い話があります。出雲大社のご祭神は大国主ですよね。でもね、平安時代から約800年間はスサノオだったんです。理由はややこしいんだけど、簡単に言うと、神仏習合によって神道と仏教が合わさったんです。七福神の中の大黒様って大国主のことだからね。その時の仏教系の伝承で、スサノオが国作りをしたってことになってるんだよね。確かに古事記を読むと、出雲に宮殿を建てろと言い出しっぺはスサノオです。それでスサノオになったのですが、出雲国宗家、千家家がやはり大国主に戻すべきだと訴え、大国主に戻りました。800年かかったけどね。現在スサノオは本殿の真後ろの曽我の社に祀られてます。ちなみに出雲大社って神話の時代から出雲大社って呼ばれてたと思いますよね。でも出雲大社と呼ばれるのは明治になってからで、江戸時代までは木月大社でした。大勢の神様が集まって気づいたのが名前の由来です。歴史が長いということは本当にいろいろありますよね。余談だけど、お正月の歌で東王子の始めの試しいとせーってご存知ですか？あの歌の題名は一月一日とい、歌詞は明治時代の出雲大社宮司の千家高富さんが書いたんですよ。千家高富さんは東京の
六本木に出雲大社の分社を創建されたのでも有名です。ぜひ六本木の出雲大社分社もご参拝ください。今回はここまでです。さよなら。